はい皆さんこんにちはレック専任講師の荒川修一ですこれより1日30分ひな形コンプリート講座不動産登記法の第2回目開始してまいります今回もよろしくお願いいたします はいえー、ということでこの雛形コンプリート講座不動産投票2回目になりますこの1回目と2回目に関してはまああの特にテキストは使わずに板、えー、書皆さんにご提供しているものを使ってまあ少しねこう 頭の体操というか頭を柔らかくするというか、まあ、そんなにこう記述式のひな型に対してそんなに構えなくてもいいよと実はそんなに難しいことやってるわけじゃないし何百も何千もこういろんなことを単純暗記しなくていいんだよっていうようなことをね皆さんと共通認識をしていきたいなというような、えー、コンセプトで進めてます。実際は第第回回回目次回の第3回目次のから具体的にテキストを、ねえー を使って具体的なひな型を見ながら作業を進めていきますので、まあ、それまでこの第2回目まではねウォーミングアップなんだというつもりで聞いていただければいいです少しねこう記述式のひな型に対するこうアレルギーをねとかこう壁を少し下げたいなという思いでお話をしていますので、まあ、皆さんの方も少し気楽に聞いていただければと思います。はいえー、ということで板書、えー、を中心にご説明をしていますが、まあ、こちら第1回でもご覧いただいたんですけれども。 まあ、記述式の雛形って結局突き詰めてしまえばこの右肩のね二重四角で囲ってある Q パターンもというと共同変更と共同,共同申請による変更と、えー、共同申請による構成っていうのは形はほとんど一緒。 単独申請による変更も単独申請による更成も形はほとんど一緒っていう話もしたので、まあ、ざっくりとした説明でしたけれども本当の本当の形だけで考えれば7つの形しかないんだと7つの方に権利の名前だったり権利の内容を当てはめていったものが 皆さんが見ていいる雛形だという,ふうにお伝えはしましまたその中でどのパターン9つのパターンに分けたとしてどういうパターンを使えばいいのかっていうのはこのフローチャート左から順番に判断していけば、えー、使うべき形9つの形のどれかには当てはまるようになっていますので、まあ、第1回目でもお伝えした通りもし何のひな形だかよく分かんなくなっちゃったなってなったら。 どのパターンこのねフローチャートに戻っていただく形なのでさすがにこのフローチャートのイメージはね覚えておいていただきたいんですけれどもはいどういう類型に当たるのかなということまではわかるようにしておいてください。ああととはねまあのざっ 1> 第1回目でお配りしている番書をざーっと眺めていただくと残りのこの9パターンの細かいところは出ているかと思うんですが、まあ、それはねあの前回お話ししているのでこの第2回では特に触れません。まあ、具体的なひ、ね、な形自体は第3回目以降で確認していくのでその中でまたどの形だよっていうようなのをね皆さんと一緒に確認順次順次していこうと思ってます。じゃあまずここの第2回目でで何を皆さんんととううう考えよよかかなななな確認しいろすが具体的な 例えば皆さんが最終的に不動産登記の申請をするとどういう結果が起きるのかそしてそのためにはどんな申請書を使う、まあ、どんなひな型を使うかということで主に登記記録の形を確認してあとは申請書ってこんな形だったよね、まあ、ひな型に事実を当てはめた結果っていうんですかねを見てその後は少し具体的には添付情報について、えー、総論的なお話をしていきたいと思っています。 はいじゃあ,あのまずねさっくりいきますので「うーん」という形で見ていただければ十分です。最初の番書です最っていうかね、えー、次の番書ですけれども「はい登記記録ってどうなってるの?」ということで大きく分けると不動産登記表題部と言われるところと次の次のページ「権利部」っていうのと大きく分かれてます。この権利部権利利部部には 権利の主体や内容に関するる情報が記載されるって書いてあると思いますけれどもその中で「公区」というのは所有権に関する記録「おつく」っていうのは所有権以外に関する記録、まあ、これはね皆さん十分ご存知な内容だと思うんですけれども、えー、と私たち司法書士がやっていくのはこの「権利部に関する登記」になります。 権利部に関するこういった登記内容を例えば1から発生させるとなると何でしたっけね1から発生権利を1から発生させるんだから例えば所有権だったら保存っていう形を使うし所有権以外抵当権とかを新たに発生させるおつくに登記を入れていくんだったら設定っていうパターンを使うんだよ というのがすごい。ざっくりした。考え方の基本的な流れなのでえ、私たち司法書士は？権利の主体や内容に関する権利部をえの登記を入れていくのが不動。産登記の仕事でそうすると例えば。登記される内容として、例えばこう登記の目的所有権移転とかね。 で権利者その他の事項の中に「登記原因年月相続」とか「誰が所有者になるのどこどこの田中次郎です」っていうような言葉を入れて入ることになるしおつくに例えば「定当権設定」だったら目的に定当権設定って入るし「原因」とか「債権額とか「債務者」とかよく皆さんがねひな型として覚えている内容。 が実際にに登記記録に入っていくことになるこの権利部の登記を作るために皆さんは登記申請書つまりねひなに事実を当てはめた結果っていうのを作っていくということになるんですよね。なのでその前のページにちょっと「表題部」ということで説明しておきましたがここはもうざっくりでいいです。 さすがに何も書かないわけにいかなかったのでパッと見ていただいたんですがまああの本当に概要だけつかんでいただければいいんですが表題部っていうのがね権利部の上にくっつくんですけれどもここは不動産を特定するために必要な情報が記載されるんだっていうことで例えば土地だったらどこにあるどういう種類のた土地でどのくらいの広さとか。 建物だったら同じく、どこにある、どんな用途で、どんな大きさで、面積どのぐらいっていう情報が入っていく。なので、まあ、この陶器を入れていくのは、まあ、主に土地家屋調査士だということなので、ちょっと私たち地方書士とは、えー、方向性が違うんだけれども、まあ もし、ね、記述式問題とかを解くときには登記簿登記録の読み取りから皆さんスタートしなければいけないってご存知だと思うんですけどもだから例えば土地の登記録が出てきたらあこれね宅地だっていうのが分かったりしなきゃいけないしあとは例えば所在とか地盤とかでその土地がどこにあるかっていうのを表すので。 その後例えば契約書なんかで「中央区銀座1丁目5番2の土地」なんて言われたら「あこの土地のことだ」なんていうふうに判断しなければいけないので読み取りはできないとちょっといけないかなと思うんですけれどもどういった内容を登記していけばいいのかっていう登記の仕方については皆さんは知っておく必要がない、ね、これも確認ですけれどもということで、えー、把握しておいていただければいいのかなと思ってます。 なので主に皆さんが気にしなければいけないのはこの今見ていただいたこの今見ていただいた次のページにあるで例えばこれを具体的にどういう登記申請書で入れていくのかなというのが次のページに上がっているんですけれども。 登記申請書ということでこんなのもねあの皆さんがお持ちの、えー、テキストには必ず、まあ、事例として載ってるかなと思うんですけれどもね登記、えー、の目的とか原因とか権利者とか義務者とか書いてあるんですがここの中で。 まあね、添付書類とかこう書いていくの、まあ、これがいわゆる皆さんんのイメージするひな形かもしれませんでその中でまあこれが登記申請書の仕上がりなのでざっとイメージをつかんでいただけばいいんですけれども、まあ、こんなのをね皆さんは司法書士になられた後を作ってさっき見ていただいた1ページ前ね この権利部の幸くなりおつくなりに陶器を入れていくのが仕事になってくるしでそのこの陶器申請書の形をどういうふうに書けばいいのかというのがひな型さまざまなひなだしそのひなをひも解いてひも解いて骨組みまでたどっていくと、えー